そナップルテールへ。わわ、もうこんな時間、遅れちゃうよ。今日は年に一度の夏至祭、名物の花時計に打ち上げ花火、たくさんの屋台も出ます。ですから大人も子供も朝からドキドキのワクワク。夏至祭はこの辺り一番のお祭りなのです。そんな素敵な日だというのに、ここにとっても困った子がいました。ママの作ってくれた大好物のシチューを食べるのに夢中になって、友達との待ち合わせに遅れてしまったうっかり屋さんです。誰よりも夏至祭を楽しみにしていましたから、それはもう大慌て。ほら、広場に向かって一目散にかけていきます。元気いっぱいなのはとても良いのですが、そそっかしいのがたまに傷。これはそんな一人の女の子のお話です。ある時、ある場所、ある運で教えてもらえる変な世界、目覚めと夢のその間、忘れ去られた真ん中世界、時もところもぐちゃぐちゃで人と物すら入り混じる不思議な不思議なまどろみ世界、ある時ある場所ある運で教えてもらえるその名前。わけで、私はせっかくの夏至祭見物を台無しにされた上に、ナップルワールドとかいうへんてこな世界に連れてこられちゃった。しかも私の中に宿っていた妖精が飛び散って、このままじゃ元の世界には戻れないらしい。ま、
あの世にも行けないっていうのは良かったけど、まだまだ死んじゃうわけにはいかないもんね。で、私はこれからこのナップルワールドで自分のペタルを取り戻す、そんな冒険をしなきゃいけないんだって。あ、そうそう、もちろん慌て者の玉ガイドストレイナップが責任を取って私を導いてくれることにはなったんだけど。